ハイド&シークのドキドキ謎解き解説コーナー。謎解きをもっと楽しみたい、もっと理解したい人のための謎解き解説のコーナーです。今回は第2話よりエドガーのお二方とケイト様が競って解いた問題の解説でございます。街で評判のカフェエドガーで先輩の公認探偵柚ヶ崎さんと荒鷲さんたちに初めて出会ったところに突然の回答からの挑戦状が届いたんだよね。回答からの出題はシンプルな折れ線グラフのような問題でしたね。2つの折れ線グラフが並んでいて、1は場所、注目すべきポイントは5つの点で構成されているところです。場所を5文字で表記する、すなわちローマ字読みの謎解きであると推理できます。これを踏まえて横の軸を見ると左端上に×印があるね。×これを X と捉えよう。 B、A、S、H、O が5つのポイントにぴったり当てはまって推理は的中。縦軸はアルファベットが入ることで確定です。この法則に従い2のグラフを読み解くと答えは海辺の洞窟。盗まれた絵画は海辺の洞窟に隠してあることが分かって事件は解決でございます。先輩の探偵と競争することになったけど挑戦しがいのある謎解きだったね。